スティックボールは、ゴム製のボールを砲機の柄のような棒で打つ、野球によく似た路上スポーツ、主にアメリカの大都市部で行われている。本来は、子供の遊びであるが、大人になってプレイするものも多い。野球がプレイできる広場や空き地に恵まれない、大都市において、路上で野球の楽しさを味わえるスポーツとして根強い、人気を保っている。スティックボールで遊ぶキューバの子供たちスティックボールは、 18世紀後半にイングランドで行われていたゲーム、例えばラウンダーズ、ワンオールドキャット、タウンボールなどから発祥したとされている。また当時、イングランド南部やボストン植民地でプレイされていたストゥールボールとも関連すると考えられている。スティックボールが大都市の路上スポーツとして確立したのは1920年代から1930年代に、 かけての大恐慌時代だったとされる。このスポーツが定着したのはアメリカ東海岸北部の拡大都市だった。主にイタリア系、ユダヤ系、アイルランド系のアメリカ人若年層に広く普及した。20世紀後半にはアメリカ東海岸北部のみならず、フロリダ州やサンディエゴを中心とするアメリカ西海岸などにも普及した。ただ、最もこのスポーツが盛んなのはニューヨークであり、 ブロンクス、ブルックリン、クイーンズの下町や移民の多い地区でスティックボールが多くプレイされている。スティックボールでは野球のバットの代わりに棒を使用するスティックの長さに制限はない。スティックにはモップやホうキの柄などが用いられる。その他アイスホッケーのスティックをノコギリで切断、加工しスティックボール用のスティックとすることもある。身近な棒状のものをバットに見立てて使用するという。 手軽さ、ひきんさがスティックボールの魅力の一つとされる。スティックにはバットのようにグリップエンドがないのでスイング時にスティックが飛んでいかないよう滑り止めのテープがグリップ部分に手作業で巻かれる。ボールも野球のボールと異なり高級でなく主にゴム製のボールが使用される。大きさや硬さに統一規格はない。用いられるボールにはテニスボール、柔らかい、 大きなゴムボール、小さなゴムボールなどがある。市街地の路上で行われるゲームのため、硬いボールは使用しない。路上駐車の自動車や道路に面した家への窓ガラスを破損しないためである。スティックボールの主なフィールドは市街地の路上である。打球の飛距離を考慮して、一ブロック、またはそれ以上がフィールドとして設定されることもある。ファストピッチ式、スティックボールの場合、 建物などのレンガ壁やフェンス、そしてその前面に広がる舗装された広場、空き地、道路がフィールドとなる。しばしば、舗装された工程もスティックボールのフィールドとなる。これらのフィールドは公式に設定されるものではない。その日のゲームの参加者たちが気ままに設定しているに、過ぎない。この点にもスティックボールの特徴である手軽さ、気ままさが現れている。スティックボールの競技風景。 スティックボールのルールは野球にとても類似しているが野球ほどの厳密さはない。ボールをスティックで打つことの他はその場の雰囲気などで決まることが多い。とはいえ、ある程度の決まったルールはある。例えばアウトになるケースはおおむね次の通りである。打球を直接またはワンバウンド後に野手が補給した場合打者が三振、または二振り、または初め振りした場合なお、 ファウルは空振りと同じである。こうしたルールは、今日は二振りで、アウトにしようというように、試合前に、あらかじめ設定される。ベースは置かれることもあれば、置かれないこともある。ベースが置かれる場合、打者は、野球と同様に打った後、隠れを走って回る。この場合、マンホールの蓋や、駐車自動車のタイヤ、スプレーで路面に描かれた印などがベースとして、用いられる。ベースが置かれない場合、 打者は打った後に走る必要はない。ベースがない場合、打球の飛距離に応じて、アンダー、二塁打、三塁打が決まる。あらかじめアンダーポイント、二塁打ポイント、三塁打ポイントが設定され、打球の落下地点がどのポイントを超えたかで、打撃結果が決定するのである。ベースの有無にかかわらず、遠方にある外壁やフェンスを越えた、打球、向かいの建物の窓ガラスを割って飛び込んでいった打球が、 本塁打となる。スティックボールは以下に挙げる3つの方式に分類される。アメリカ英語ではノックのように打者が自らトスしたボールを打つことをファンゴという。このファンゴ方式で行うスティックボールがファンゴスティックボールである。この方式では打者は自分でトスしたボールを打つ。打者はトスしたボールをノーバウンドのまま打っても良いし、ワンバウンドまたはスーバウンドしたボールを打っても構わない。 打撃フォームを整え、打撃のタイミングを測る余裕を得るため、バウンドさせることが圧倒的に多い。しかし同時に、力みすぎてミスショットする打者も少なくない。投手から打者へ、ゆっくりとノーバウンド、またはワンバウンドの球を投じる方式である。このスローピッチスティックボールが、スティックボールの素形だろうと考えられている。この方式では、ストライク及びボールの判定はなされない。 大抵の場合、打者には2スイングまで許されている。高級を見逃した打者には、敵味方問わず、ブーイングが浴びせられる。投手が遅い球を投じるので、打者は容易に打撃できると思われがちであるが、高投手は複雑な回転を投球に与えたり、巧みな請球と配球を織り混ぜたりし、自由な打撃を許さない。ファストピッチスティックボールでは、投手が投げた手加減なしの速球を打者が打つ。 野球と違い、捕手はいない。建物のレンガ壁に四角形のストライクゾーンを、スプレーやペンキで描き、打者はそのレンガ壁の前に立ち、投手はレンガ壁のストライクゾーンに向かって投げ込む。投手の中には、時速150キロメートルの速球を投げるものもいる。ストライクゾーンに投げ込まれるとストライクである。野球のストライクゾーンは、打者の体格に応じているが、 スティックボールのストライクゾーンは、レンガ壁に描かれたままの完全固定式である。背の低い打者に不利なルールである。ファストピッチ方式は、特に、ニューヨーク郊外などで盛んである。スティックボールは、自由で、気ままにプレーする、子供の路上スポーツであるため、競技の組織化は他競技ほど発達していないが、いくつか、大人による、競技団体と大会が設けられている。 スティックボールが最も盛んなニューヨークにはいくつかの競技団体が結成されている。21世紀初頭時点における主要な団体を挙げるとメジャースティックボールリーグニューヨークエンペラーズ、スティックボールリーグ、イーストハーレムスティックボールリーグなどがある。その他の東海岸北部の各都市やフロリダ州、サンディエゴなどにも組織化された団体がある。これら団体の共同開催により、 スティックボールワールドシリーズ、ニューヨークスティックボールクラシック、ブロンクスメモリアルデー大会労働の日大会などが毎年開催されている。また、ニューヨーク市立博物館の援助により、スティックボール栄誉の殿堂も設立されており、1970年以降、スティックボール史上に残る人物を表彰している。スティックボール、エンサイクロペディアブリタニカ、ハット NHK 衛星第一テレビジョン放映。 世界面白、スポーツ再発見、ありがとうございます。